M システム技研の電力マルチ端子丸は、手のひらに乗る小型サイズでありながら、単相、三相交流を入力とし、三相三線式で290要素もの計測値を一気に算出できる優れものの電力マルチ変換器です。この電力マルチ端子丸を使って、単相交流電源の多数の計測要素を PC 画面上で観察していただくことができるデモキットをご用意しました。電力マルチ端子丸デモキットは 100V 電源コンセントに接続して使用します。付属の白熱電球、電球型蛍光灯、LED 電球などの電源プラグをデモ機本体上面のコンセントに差し込むと、電流、電圧、電力の瞬時値はもちろんのこと、電力量やデマンド、2時から31時の高調波など、電力所量の演算結果が PC 画面上に表示されます。それでは最初に、交流電源系統の種類について簡単におさらいしておきましょう。単相二線式は一般的に壁のコンセントなどで AC100V を供給している系統です。図のように電圧線と中性線の2線で構成されています。直流では常に一定の電圧が維持されますが、交流電圧は時間とともに制限波状に方向と大きさがサイクリックに変化します。単相三線式では、この図のように電圧線と中性線をつなぐと 100V を取り出すことができ、電圧線管をつなぐと 200V を取り出すことができます。真ん中に中性線がありますので、R 層と T 層は逆位相になります。一般住宅や店舗などで 100V の照明やコンセント以外に 200V のハイパワー電源が必要なエアコンなどにも使えるので大変便利です。三相三線式はビルや工場で大型電動機などを運転する場合に使われます。3本の電線をスター結線、デルタ結線などの方式で接続します。3層の場合は、R 層、S 層、T 層の位相がそれぞれ120度ずつずれます。このデモ機は、単相二線式 100V のコンセントで使用しますが、単相三線も合成できますので、単相二線式と単相三線式の違いなどもお試しいただけます。デモを始める前に、M システム技研のウェブサイトから、電力マルチ端子丸用コンフィギュレーターソフトウェア PMCFG をダウンロードして、お手持ちの PC にインストールしておきます。これが電力マルチ端子丸デモ機本体です。こちらが超小型電力マルチ変換器、電力マルチ端子丸です。このコンセントに付属の電球などを接続して試すことができます。負荷の電源線からは電力マルチ端子丸に電圧信号を取り込みます。この電圧は同時に変換器を駆動する役割も果たしていますので、変換器自体に電源端子はありません。電流信号は1ジガワ定格5アンペアのクランプ式交流電流センサーで計測します。電力マルチ端子丸はモドバス通信で PC につながっています。 PMCFG を起動し、電力マルチ端子丸と接続します。これでデモの準備が完了しました。まず単相二線式の場合、 PMCFG のシステムの総種別で単相二線に設定します。メイン画面でモニターボタンをクリックして
モニター画面を開きます。白熱電球のスイッチをオンにします。モニター画面には単相二線に対応するすべての電力データが表示されています。単相二線式では R 相と総合負荷状態が表示されます。現在の瞬時値だけでなく過去の最大値最小値もわかります。さらにデマンド値電力量も表示されます。ベクトル図では線の向きが電圧と電流それぞれの位相を示します。線の長さはそれぞれの大きさを示します。電圧 100V と電流 5A を半径としてそれに対する測定値の割合で表示されます。こちらのベクトル図では長い線が電圧、短い線が電流です。次に負荷を同じ明るさの電球型蛍光灯や LED 電球に取り替えてみましょう。白熱電球では 40W だった有効電力値が電球型蛍光灯では 19W、 LED 電球ではわずか 4W で省エネ効果が確認できます。また2次以上の高調波含有率のバーグラフも現れます。高調波とは50または60ヘルツの基本周波数の波形に対しその整数倍の周波数を持った複数の制限波のことです。3倍の周波数成分を第3高調波、5倍の周波数成分を第5高調波などと呼びます。この高調波が基本周波数と合成されて歪んだ波形となり機器に悪影響を与えることがあるので高調波の計測と抑制が重要です。さてこのデモキットではお客様ご用意の電気製品を試すこともできます。例えばヘアドライヤーのように5アンペアを超える負荷を試す場合には予備に付属している定格50アンペア対応の電流センサーに取り替えます。クランプ式なので厄介な回線作業は不要でワンタッチで取り付けできます。次に単相三線をモニターしてみましょう。こちらのコネクタを接続するとトランスで R 相が分岐反転して取り出され単相三線式を模した回路になります。 PMCFG のモニター画面を開くと R 相、T 相と総合負荷状態、さらに中性線電流が表示されます。ベクトル図では R 相と T 層の電圧と電流のベクトル線が表示されますが位相が180度ずれています。PC 用の AC アダプターのようにスイッチング回路を内蔵した負荷を接続すると高調波を含んだ電流が流れますが白熱電球のような抵抗負荷では通常高調波は発生しません。手元に抵抗負荷しかない場合でもデモ機に備えられたアブソーバーやダイオードを使って高調波を作り出すことができます。まずアブソーバーをオンにします。アブソーバーが接続されると P3、P2 間電圧が 86V 以下に制限され波形が歪みます。全高調波歪み率の表で三相電圧の値をクリックするとバーグラフに T 層の高調波含有率が表示され主に奇数値のグラフが現れることが観察できます。今度はダイオードをオンにします。
ダイオードが接続されると P3、P2 間の波形が半波になります。高調波のグラフには奇数時に加えて偶数時の高調波も現れます。電力マルチ端子丸は三相三線式電源系統も計測できます。デモキットは三相交流には対応していませんが、電力マルチ端子丸を使って実際に稼働中のコンプレッサーで電力消費状況がどうなっているかを見てみましょう。こちらのコンプレッサー室の分電盤にわずかな隙間がありましたので、そこに電力マルチ端子丸を追加設置しました。変換器のコンフィギュレーター接続用ジャックに専用ケーブルをつなぎ PC と接続します。コンフィギュレーターソフトウェアのモニター画面をご覧いただいています。3層3線式のベクトル図では各層の電圧と電流の位相がそれぞれずれて表示されています。これからの製造業では装置ごとの電力計測が大きなテーマとしてクローズアップしてくることは間違いのないところです。カーボンニュートラルのために生まれた電力マルチ端子丸は装置ごとの電力監視用に最適です。このデモキットで電力マルチ端子丸をすぐにお試しいただくことができます。電力マルチ端子丸をぜひご検討ください。ご視聴ありがとうございました。